この方にお越しいただきました。お名前をお願いいたします。はい、こんばんは、はい、宮本浩司です。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いいたします。番組は去年の10月以来、そして10月後半だったのでおよそ1年ぶりに、ね、なりますね。お久しぶりでございます。またお会いできて光栄に思います。そうですね、ちょっと今日離れてますけどね。だからやっぱそこに生さんの前のところにちょうどいつもの机の距離感があって、はい、それは結構やっぱり自然にやってましたけど、今思うと結構近い距離でやってたんですね。今結構ね、今多分宮本さんと私3メートルぐらい離れてますね。3メートル離れてますね。3メートル離れてる上にこうアクリル板みたいなこうあって、はい、なかなかもう面白い感じ。面白い感じ。まあこれはこれでっていうね。ちょっと私が今要塞みたいなとこからお届けしてるんですけれど、はい、でもすごく新鮮な感じで驚きと、はい、はい、ちょっと心の距離は近い感じで、そうですね、よろしくお願いいたします。はい、2020年の宮本さんは3月にソロアルバム宮本ドッポをねリリース、そして間もなくカバーアルバムロマンスがリリースされます。はい、アルバム2枚も制作して忙しかったなというイメージですか、それともいつものようにライブができなくてちょっと物足りないなっていう体感ですか。そうですね、これやっぱ作ってるっていうか、そのまあね、どうしようかな、まあ、11月のその2019年のですね、はい、まあ、その、年末ぐらいに、CM ソングとして、恋人はサンタクロース、まあ、このロマンスってアルバム全12曲なんですけれども、はい、恋人はサンタクロースって、ユーミンの松田由美さんの名曲があるんですけど、それを、まあ、もうすでに11月に吹き込んだりとか、はい、あとその、NHK のカバーズっていう番組で、あなたっていう歌を歌ったんですね。その時にの、それも、でも、まあ、カバーズで歌うんだけども、もうレコーディングもしちゃってたんですよ。もうこう、前提に、来年は何しろ宮本、2020年は、はい、2枚アルバム出してツアーもやって、もうソロの宮本浩司も、絶賛、もう何ていうの、大プロモーションで行こうっていうのを思ってましたんで、なんと、大プロモーション、なんていうの、みんなにもう売り出し中みたいなところで行こうと思ってましたんで、それで結構そういう、こう、それを前提にね、いろいろ、まあ、そのカバーの曲も、オリジナルの曲と並行して、レコーディングはしてたんです。ところが今回、そういう、その緊急事態宣言っていうのは4月ぐらいにありまして、それでね、その時にやっぱこう、いろいろ考えて、こもって、そういう自分の好きだったルーツ、まあ本当に子供の頃、少年時代にね、まあ本当小学生、まあ中学生ぐらいの時に大好きだった、そういう自分の世の中に、日本の街の中にもたくさん名曲が、流れてました。本当のラジオを聴いてね、だこの作業を、結構、その4月、5月、6月、もうレコーディングもできない。もうツアーも全部中止。で、レコーディングもできないっていう中で、じゃ何をやろうかって。じゃこのカバーの曲、12曲、もう30何曲カバーしましたけど、100何十曲聴いて、30何曲カバーしてっていう。だからそれ結構ライフ、その時代の時期の、私の3月、4月、5月、6月ぐらいの、自分のそのもうリズム、生活のリズムは何しろカバー曲を作ることって、やっぱ結構こもってやってたんで、ごめんなさいね、その期間はやっぱりその、はい、なんつうんだろうな、いわゆるそういう、こう、忙しくないというツアーも中止になっちゃったし、フェスも中止になっちゃったし、はい、レコーディングもできない中で、うん、でもこのカバー曲が俺にはあるっていう感じで、結構一曲一曲カバーね、して、それはもう本当に時間。ただ、ごめんなさい、はい、話切り目なくて。ただ今はね、はい、ライブ全然やっぱエレファントがしましたんで、10月4日にですね、はい、日比谷の野外音楽ドットってことやったんですけど、うん、それから要するに自分のコンサート全部中止になっちゃったから、もう本当はコンサートやりたいんですけど、来年もいつやるかっていうのはまだはっきり、決定できてないところがあって、はい、もうコンサートやらないのかなと思うと、ちょっとね、こんだけ、ちょっとこう、今ちょっと、そわそわしてるっていうか、なんとかコンサートやりたいなって感じにはなってます。はい。でもこんなことって今までなかったですもんね、きっと。ね、失恋して、年間に3曲しか、コンサートができないとか、そういうことはあったんですよ、昔。失恋して。そう。失恋しても何にも、宮本が使い物にならなくなってるみたいな。まあ、エレファントがしましたよね。はい。ちょうど25の時にね、まあそういう時があって。もう何にもできなくて、もうこも、
でライブ3本しかやらなかったんで、よくねみんな何も言わなかった、うん、そういうことはあったんです。あと病気で、病気っていうか、そのやっぱ具合悪くなっちゃった、その、うん、私2012年にね、あとは左耳の、はい、手術したりとかしたことがあったんですね、うん、難聴の、その手術を、はい、でまあもちろん今は治ったんですけれども、うん、その年も年間にもコンサート全部キャンセルしちゃった、うん、だからそういうことはあったんです。これ外部的な理由でコンサートが中止になったのは、初めてですね、まあ、みんなそうなんですけど、いろんなことがね止まっちゃってるから、誰もこんな状況想像してなかったですよ ね、はい、今年の初めなんかはね、はい、じゃあ宮本さんの体感としてはもうずっと去年からもう走り続けてるには変わりがないっていう。そうなんです。でテレビのね、番組もたくさん、すごくいい番組たくさんあってね、音楽歌う機会が結構あったんです。古い曲も新しい曲も、こういうカバーの曲なんかもテレビで歌う機会があったから、結構まあ別の充実があったっていうかね、コンサートはできなかったけれども、はい、でもね、やっぱり歌うことでなんか浄化されるじゃないけど、毒が抜けるみたいな感覚もあるから、こうどうしてもねこういう時期って気持ちが落ち込みがちだから、そういう場があるといいですよ ね、まあ、そうね。でも落ち込みはしなかったですね、全く、はい、だからそのやっぱ何しろこの要するにカバーの曲を、例えばキー、例えばこのそれこそ木綿のハンカチーフっていう歌があるとするならば、はい、それはやっぱりこう、例えば太田博美さんっていうね、すごく可憐な歌が、うん、まあ、私はそうやって感じてたんだけれども、うん、すごく可憐な歌声で、まあ、すごくこう女の男性と女性の掛け合いの歌なんだけれども、はい、でもまあ、遠距離恋愛でね、結局その、うん、まあね、結論がすごく、はい、切ない結論。でもそのね、やっぱ女の子の立場に立って、私はやっぱり聞いてたの、太田裕美さんの歌を聞いてる時はね。でも実際自分で例えばそのピッチ弾き語りでね、部屋の中でこう歌ってみると、うん、そ、何しろ女の人の歌が高さとかも自分の声に合わせていろいろ、なんかもう3個も4個もいろいろこう試して歌うでしょ、はい、で弾き語りで自分でカバーして、うん、聞くだけじゃなくて、やっぱ歌ってみると、やっぱ男の子のそういうほら、スーツ着て、スーツ着て僕のかっこいい姿見てくれって言ったら、女の子が、うん、私はあなたが寝転がってる方が好きだったのよなんて、まあ、ちょっとそれはそれでね、またちょっと女の子の、まあ、エゴとは違うんだけど、まあ、そういう わがままみたいな、まあまあ、いわゆるこうすれ違いみたいなね、はい、そういうこうグッとくる感じっていうのかな。だからもともと歌が聴くのも好きだし歌うのも好きだったんで、それはもう落ち込むどころじゃないって、やっぱ何しろこう無心にそういったこうもう本当号泣しながらね、もうどの曲もやっぱ名曲ばっかりですし、自分の思い出や10代のね、あるいはもう少年時代、本当小学校1年2年3年4年5年もっと幼稚園時代の曲とかもあるから、いっぱい聴いてね、だからそれはもう全くそういうなんて言うんだろうな、どうこうっていうか、むしろこれ幸いぐらいな感じで、やっぱ音楽と向き合える時間ができて、だから本当150曲200曲近く多分聞いたと思うんですよ。そういう中で自分で歌って、聞いて気持ちよくて、しかも歌って気持ちのいい歌っていうのはやっぱこうすごくこう選んでったから、すごい充実してたんだよね。あ、でもそれは何よりですね。早速ですが、まずは1曲、はい、今ねお話にも出ましたが、まもなくリリースされるカバーアルバム「ロマンス」からお届けしたいと思います。曲紹介をお願いいたします。はい、木綿のハンカチーフ。恋人よ僕は旅立ち、東へと向かう列車で、華やいだ街で君への贈り物探す探すつもりだ。いいね、あなた、私は欲しいものはないのよ。ただ都会の絵の具に染まらないで帰って、染まらないで帰って。恋人よ、半年が過ぎ会えないが泣かないでくれ、都会で流行りの指輪を送る。
星のダイヤも海に眠る真珠もきっとあなたの消すほどきらめくはずないものきらめくはずないもの今も素顔で口紅もつけないままか見間違うようなスーツ着た僕の写真写真を見てくれいいえ草に寝転ぶあなたが好きだったのの見れない体に気をつけてね体に気をつけてね恋人よ君を忘れて変わってく僕を許して毎日愉快に過ごす街角僕は帰れないあなた最後のわがまま贈り物をねだるわねえねえ涙拭く木綿のハンカチ拭くださいください ミュージックラインをお送りした曲は宮本浩次さんで木綿のハンカチーフロマンスミックスでした、はいはい、いや男女のすれ違いが苦しくて切なくて胸がギュッとなるような改めて名曲ですし、そうですね、なんかねこの明るい曲調で淡々と綴られる言葉とどんどん離れていってしまう2人がまた切なくてひたすらに胸が痛えと胸が痛くなりました、うんうんうん今夜は宮本浩次さんにお越しいただいております、はい、改めてよろしくお願いします。まもなくリリースされるカバーアルバムロマンスに収録されているこの曲なんですが、はい、1975年にリリースされた太田裕美さんのシングルのカバーとなっております。当時9歳だった宮本少年なんですが、9歳ですか、リアルタイムで聞かれてました。いやもちろんもちろん、あの大ヒットしてましたから、あの街にやっぱあのねやっぱりこうその時代背景もあるんだけれども、はい、そのやっぱり60年代70年代ってねやっぱその世を挙げて、まあ、日本を国をこう挙げてやっぱすごくやっぱ勢いがあるっていうのかな、やっぱこう高度経済成長なんて言葉があって、でやっぱすごくこう工業とか例えばそれこそ本当にそういうね自動車やオートバイやそういう機械、はい、いろんなものやっぱこうものにやっぱこうみんながこう本当に努力してでどん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 こうヨーロッパやそのいろんな世界中にそういう日本の製品がこう溢れてと、そういうこう明るいね何かこう上昇気流の中でやっぱ優れたそういうポップカルチャーっていうのが、うん、その漫画もそうだしこういう音楽もそうなんだけど、もう歌謡曲っていうくくりなんだけど、はい、それこそそういうこうすごいきら星のようなね、うん、そういうジュリーとかこの、はい、あのこれも筒美京平さんとね松本隆さんのそのすごいコンビのそういうこう、はい、そういういろんなすごいいろんなこうカルチャーがある中のやっぱそういう歌 だ世の中にもう本当にヒットするとねもう街中にこの曲が、ま、流れてもう空で歌えちゃうぐらい、だからこう、ま、うん、この曲なんかもあの歌詞見ないでもう意味も分かんないで子供の頃、はい、全部耳にこう入って暗記しちゃってるんですよ、このロマンスとかアルバムの中だ本当にそういうね世の中もうラジオに
もうね、朝起きて、はい、日曜日の朝とか土曜日の昼間とかね、やっぱラジオにもかじりついて、うん、ベスト10番組があって、来週だ松田聖子さんとジュリーとかね、うん、そういう時代だったんです。だからそのまあそのなんか音楽の聴き方がね、また今はまたこう百花繚乱ですごい優れたミュージシャンもちょっとたくさんいるんだけれども、うん、だから聴き方とかやっぱ時代背景がね全く違うから、木綿のハンカチーフもそうだし、そのロマンスっていうその岩崎宏美さんの歌とかもね、はい、あのみんなそういう、もうこの入ってるアルバム全部そうなんだけれども、うん、ほとんどの曲がそうなんだけれども、もう街中ではもう溢れて、だから世代が近い人なんかはもう本当にみんなあの全員知ってる、そのあなたっていう歌もそうだし、うん、みんな知ってる、全員知ってる。でも今でもまあね、カラオケの歌ったりとかする子がいるのかもしれないけど、ね、はい、じゃあ本当にキラキラ、こういい意味でギラギラした時代。そうですね、ギラギラが集中してるっていうのが、そう、うん、今もギラギラしてる人はたくさんいるし、うんうん、やっぱこう気合いの入った人ももちろんいるし、素敵なもちろんいるんだけど、うん、ギラギラとドドーンっていうのがいくこう、全員で一丸となっていくニュアンスの時代っていう背景のあった、勢いがすごいですね。そうだから、そこ漫画とかね、うん、市民権すごい、そういうポップカルチャーと言われてるものはやっぱこうすごくあの明快な、まあね、江戸時代わかんないけど、いろんな時代があるんだけど、はい、またそういうあの、まあ、背景があったと思います。だからすごく街に溢れてました。はい、3月にねリリースされたのが初のソロアルバム宮本どっぽ、はい、宮本さんのソロ活動といえば原点はやっぱり10歳の時に歌った初めての僕ですにねなると思うんですけれど、うん、その曲から44年、歌うこと、歌に対する思いに変化ってありますか？44年ですか。はい、はあ、まあ、その NHK の合唱団に行ってる頃っていうのは、まあ、本当にこの部屋も全部綺麗に改装されたような感じもしますけれども、うん、本当にね、やっぱりそのみんなの歌とかね、はい、やっぱそういうので、まあ、初めてでも僕ですっていうのはソロで私があの歌った歌なんです、うん、でその時やっぱそれこそね歌謡曲の中にやっぱ初めてなんだろう、山口さんちのつとむくんっていう歌もやっぱみんなの歌から、はい、あの川橋博士くんっていうね、うん、それこそ NHK の合唱団の、まあ、友達っていうのかな、土地は一つ下だったような気がするんだけれども、うん、彼が歌っていて、それこそそういう歌謡曲の中にね、やっぱりベスト10番組ちゃんとその歌も入ってたと思うんだ、うん、確かね。でそれからやっぱこうそういう発信されている、なんだろう、何言ってんだろうな、何しろそういう時代からまあその歌をね、だからなんでだろう、まあ、好きなのは変わんないですよね、やっぱ歌はやっぱすごく好きで、まあ、40年って本当すごいけど、あのだからすごく素直にこのカバーアルバムのね曲っていう、はい、カバーアルバムっていう感覚がないんだな、やっぱすごくそういう時代のその自分のすごい大好きだった歌を、うん、やっぱエレファントカシマシっていうバンドは中学校の仲間と始めてるからね、やっぱ RC とか、そう YMO なんていうのは、うん、割とすごくやっぱロックバンドっていうのかな、やっぱそのいわゆるその歌謡界とはまたちょっとジャンルが違う感覚だったんですよ、中1、12歳ぐらいの、うん、ローリングストーンズとか、うん、それレッド・ゼッペリンとかビートルズとか、だんだんその大人になって学んでいったんですね。だ自然にその子供の頃に聴いてた音楽がこういう、まあ、ラジオやテレビから聞こえてくる音楽っていうのはこの私が今回入れてる歌、うん、もうそれ以外にもいっぱいあるんだけれども、はい、まあ、そういう歌ですよね。だからそういうルーツっていうのかな、自分の大好きな、うん、少年時代に大好きだった歌をもう一回聴いて、うん、で当時意味のわからなかったね、うん、その女心、例えばロマンスっていう歌の中にね、はい、あなたの願いを席を立たないで息がかかるほどあのそばにいてほしいって、はい、まあ、すごくロマンチックなあの歌で、うんうん、当時からやっぱその強い女の心の強さっていうのかな、うん、そういうパワーみたいなものもちろん感じてたんだけど子供の時代から、はい、でもその中にやっぱりもしも飛べるなら飛んでついていく、うん、例えば嵐でも、例えば遠くてもっていう歌詞があるんだけれども、はい、そういう情熱っていうのをね、やっぱこう大人になってやっぱこうやって聞いたり歌ったりするとね、すごい改めてその歌詞のなんて言うんだろうな、子供時代に聞いてたその思い出の曲がね、またすごくリアリティを持って蘇ってくるんです。女心のその強さのその魅力っていうのかな、だかちゃんとそういうヒット曲の意味っていうのかな、歌唱力とその歌の素晴らしさ、あの曲の素晴らしさ、歌詞の素晴らしさっていうのは三位一体となってたんだっていうことを、だ勉強にもなるし、歌の素晴らしさを吸収することもできるし、で思い出と、だもう号泣ですよ、もう本当いろんなね思いが錯綜、曲の素晴らしさと思い出と、はい、すいませんな、切り目がなくて、あ、いやいやいや、全然、めちゃくちゃ楽しんでおります。だからね、もういくらでも語れちゃうですよ、本当に歌は好きですよ。だからやっぱそういう意味では
一緒ですよね、でもずっと場所だ懐かしいね。でもね、あ、思い出しますか、やっぱり。でもね、ここの部屋でね、やっぱりあの生活っていうアルバムをね、はい、出した時にやっぱりそのもうエレファントがしました、まあ、23か4の時にね、やっぱこのスタジオ来てね、はい、月の夜っていう歌を歌ったこともある、はい、だからそういう意味ではやっぱすごいやっぱり随分歌ってますよ。でこの部屋っていうのはやっぱそれ染み込んでますよね、この部屋自体にね。やっぱその渋谷内さんがね、当時はまあもう、はい、どうでもいいことですから、これカットしちゃっていいんですけど、ね、渋谷内さんがやっぱこう DJ でね、やっぱその必ずそういうあの呼んで、この番組で9時からのね、NHK の、だからそのだからこの部屋でさ、あのそれこそ「おいらはやぶか吸血鬼」はい、あの国川内っていう人が歌っている、はい、あの吸血鬼の歌で、ドラキュラの歌って言うんだけど、かの歌なんだけど、やぶかの、それでコーラスもやったこともあるし、この部屋でやっぱその初めて僕ですも撮ったし、言っててグッときちゃうけど自分で、ぐらい。でそれからそのやっぱあの NHK のね、この渋谷さんとさ、5枚目の時も来たよ俺ここに、3枚目の時も来た。そう、宮本さんの歴史を知る部屋。そうなんだよ、まあ、この人ってこのフロアの5階 の, そのラジオの部屋で、みんなの歌もここで撮るのよ。初めて僕ですでもここで撮ったの、このラジオのあれで音を撮って。だからな、あ、じゃあもうちょっと変えて、どういう話なんですか、すいません私のね、だから全部カットしちゃっていただいて構わないんですけど、ちょっと第二のお家みたいな。まあそうですね、だから音楽のスタートと自分の仕事の中で音を吹き込んだりとか歌ったりっていう、まあうちっていうのはスタジオっていうかね、やっぱその自分の、今回は自分のその部屋でね、弾き語りで、はい、あの自分の作業場かでこういうカバーの歌歌ったけれども、小学校の時はやっぱここだって、若い20代の時も10代も一桁時代から10代も20代の時もこのスタジオで歌ったしっていう、結構ね、あの毎回来るたび実はね、あの意外にあのじわじわ来てるんですよね。あ、やっぱり込み上げてくるものありますよね。そうなんですよ、話してると。だからまあね、すごい大ベテランっていう感じがしますね、44年って言われちゃうとね。はい、大先輩です。ソロアルバムをねリリースした頃は行動もね制限されるようになってしまいまして、3月、そうです、4日にリリースだったんでね、はい、そステイホームの期間中にね、このカバーのこともやってたっていう話もありましたが、それ以外ってなんかどのような生活をされてたんですか？もうそれで終わっちゃうんですよね、まあ、朝来てやっぱその音決めて、まあ、1日1曲っていう風に、まあ、4月18日からスタートしたんです、このカバー、はいはい、あの日本のやっぱそう、私も少年時代に流行っていた曲を中心にね、うん、まあ、このカバーアルバムっていうのは、まあ、エレファントがしばしのデビューが1988年で、私が生まれたのは1966年なんですよ、うん、だからその、まあ、原則ね、その22年間に歌われた歌を選ぼうぜって言って、まあ、みんなでスタッフも含めて、あの決めて、じゃないともういろんな曲、もう本当名曲いっぱいありすぎちゃって、でそれは自分の思い出の曲っつって選んで、でまあ幸いは、自分にこもるって意味では幸いだったんだけれども、はい、まあ世の中的には大変なことにはもちろん今も継続してるのかもしれないんだけどね、その歌を作るっていう環境としては、そのまあ自粛しようぜって、まあ部屋にいようぜみたいないう環境っていうのは、音楽ともう直に向き合うっていう部分ではすごい充実、それこそ本当に充実してました。だからこれをもう本当にヘトヘトになるまでやっぱ音、まあ、1日3曲の日もありますし、はい、2曲で、あとはそのインスタグラムっていうのを、はい、あの写真日記っていう名目で、はい、あの自分のところでインスタグラムを上げるのを、まあ、半分宣伝みたいなところも含めて、まあ、そのなんかこう自分の CD ね、ちょうど宮本トッポが出て、なんかその自分の写真をな、いろんなの、あのスマホっていうのを、はい、こう自分のなんか、あの光の自撮り、自撮り角度をこうどこで撮るとかっこよく撮れるみたいな。宮本さんもやっぱり光、むちゃくちゃ光を、だもうね、日によってはちょっと顔がなんか腫れぼったかったりして、なんかこの角度をね、いろんな暗くしてるとか、なんかこう、だってライトをちょっと減らしたりとか、なんかこう、なんかいろんな外出て、なんかこういう自動シャッターでなんかこういうふうにやったりとか、自然光とかいろいろ試して、それもすごい楽しかった。だからそのインスタグラムを上げるみたいな。だからその曲をカバー、例えばロマンス、あなた、いろんな曲、そのさっきの化粧もそうだけどカバーしてるんだけど、それにちょっとこう、まあ飽きるとっていうか、そのバランスで、その、一呼吸入れるんで、でもそのインスタグラムはインスタグラムでまた、あの、なんていうの、もう7時間も8時間もかかっちゃって、かえってカバーが今日できねえな、みたいな時もあるぐらい、インスタグラムの方になんか、
一生懸命やっちゃったりとか。いつも拝見してます。あ、本当にそうですか。いや、こだわりのインスタで、ありがとうございます。本当作品ですよね、毎回が。そう、はい、嬉しいんだけど、すいません、ありがとうございます。お恥ずかしいというか、そう、写真が多い時はやっぱ評判いいですね。でね、文章とかも本当になんかね、もう俺気合い入れて、何十枚も書き直すみたいなことやってなんかいろいろ気合い入れると意外に評判が低いんですよ。だから難しいもんだなと思います。皆さんやっぱ宮本さんのお顔を、ね、見たいところが、ね、そういう、私もそうですが、はい、素敵なので、はい、ありがとうございます。すいません。まさかでもコンディションによってやっぱ光を探したりされてたっていうお話を聞いて、すごい今親近感を勝手に、外に出たりとか、もう部屋の光だとあれだからちょっと自然光で撮ってみようみたいなすいません。大事、大事ですもんね。ね、いかに映えられるかっていう大事ですよね。そのご自身のね、作業場でずっと歌われていたそうなんですが、はい、その期間中、はい、作業場ってどんなスペースになってるんですか？もともとでもそういう音楽をこうできる、うん、まあ防音ができるんですよね。だからこう大きな声で歌っても、うん、苦情が来ないというか、まあ、もともと音楽スタジオだったとこなんですよ。だから結構、まあ、周りの音とかいろいろ漏れてきたりとかはするんですけれども、はい、うん、ただこっちが大声出したとかギターがガーンって弾いても、苦情が一切来ないっていう、あ、それ大事ですね。便利があって、非常にそこそこ広いですし、まあ、非常に、うん、なんて言うんだろう、バンドの練習なんかもたまにします、そこで。じゃあ結構なスペースですね。そうですね、全部機材も置いてあって、うん、はい、もうお気に入りのものたちを置いて自分のお秘密基地みたいな。あ、でもどうですか、やっぱそう、非常にそういう意味では、まあ、うん、まあ、すっきりはしてないんだけれども、うん、まあ、機材、ギターとそういうこうコンピ、まあ、録音装置と、はい、まあ、マイクとそういうこうなんか音のこう調節する機械みたいな、うんうん、そのくらいですよね基本。あとドラムとベースアンプとギターアンプとそういうのが置いてあるって。だから本当に、まあ、純粋に非常に窓もないですしね。うーん、だからすごくこう、まあ、本当スタジオですよね、ある意味で、はい、集中できる。そうですね、はい。その今回アルバムに収録されているのは全て女性の歌のカバーソングになっておりまして、はいはい、女性の歌を歌う時の宮本さんってその女性の気持ちになりきろうとしますか、それともこう物語を語るように歌いますか。あ、ちょっとケースバイケースかもしれないですが、そうですね、曲にもよるんですけど、でもやっぱり例えばこのアルバムに入ってるんですけど、その赤いスイートピーって曲、そのカバーズっていうね、はい、BS の番組で、はい、歌った時に、まあ、でもやっぱこの歌、まあ、当時から本当に大好きな歌で、うん、赤いスイートピー松田聖子さんの歌で、はい、歌詞は松本隆さんで、曲はもうユーミンなんですけど、松任谷由実さんなんですけどね、名曲ですよね、素晴らしい歌 で当時からも大好きで、空 で私なんか例えばこうちょっとこうなんかほらお酒なんか飲んで、はい、ちょっとこう鼻歌でね、うん、なんかこう春色の汽車に乗ってってこう歌うでしょ、はい、そのぐらいこう自分の体にやっぱりこうもう耳にこう入って、もう体染みついてる、染みついてるわけ自分の、はい、そういうとこ鼻歌で歌っちゃうぐらいもうし歌って、でやっぱりそのカバーズで歌うことになった時にもう一回歌詞を、はい、まあ本当に基本に忠実にっていうか、その基本にはカバーするっていう形でやったんだけど、うん、詩のやっぱそういうこうまあ、いろんな切なさとかね、やっぱそういう、こう男女のやっぱそういう思い、まあ、本当に初恋のねそういうこう初々しさと、その女の子のなんかそういう、だからあの歌なんかでもそれも男の子が出てくるんだよな、だからそのやっぱその男女の兼ね合いの中のやっぱそういうこう女の気持ち、子の気持ちとやっぱ男の子の気持ち、両方そこにやっぱ空気の中に、男の子は言葉は発さないんだけど、なぜ知り合った日から半年過ぎてもあなたって手を握れないから握らない彼氏なんだなとか、あなたが時計をちらっと見るたび泣きそうな気持ちなんだ、やっぱりそこにやっぱでも男の子がやっぱね、どっちの気持ちも分かるじゃない、歌ってすごいんだけど、まあ、女の子の気持ちがを中心に歌ってるんだけど、でもそこには男の人の影っていうか、やっぱちゃんとそこに男の子も行って、だから自分もそこに入り込めたりとかするでしょう、だから曲にもよるんだけど、でもロマンスなんかはやっぱすごく女の子の歌だから、そういう女の子のやっぱりロマンチックな歌だと思っていて、やっぱ女の化粧っていう歌だと、やっぱバスが出るまで涙を流れるなって言って、私その主人公にやっぱり自分の
自分をやっぱそこに投影してやっぱ歌うし、だ曲にもよるんですけどね、ジュリーのやっぱ、ま、歌うときはそのかっこいい男のダンディを演じるし、うん、きっと心の中でね、はいはいはい、あ、じゃあ割ともスーッと曲の世界観に自然に入っていけるもんなんですね。そうかもしれないですね。その名曲気持ちいいですよね。やっぱいい曲聴くのも気持ちいいけど、自分で歌うのもやっぱすごく気持ちいいことだと思うな。うん、はい、それではここで間もなくリリースされるカバーアルバムロマンスからまた1曲ねお届けしたいと思います。曲紹介をお願いいたします。はい、ロマンス聴いてください。ミュージックラインをお送りした曲は今夜のゲスト宮本浩次さんのニューアルバムロマンスから岩崎宏美さんのカバーロマンスでした。もう燃えるように情熱的でとっても甘美な曲で心底うっとりしてしまいますね。いや、そのあまりのピュアさに思わずドキッとしました。ロマンチックで素敵でした。この曲は最初にお送りした木綿のハンカチーフと同じ堤恭平さん作曲のナンバーとなっております。数えきれないほどの名曲がある堤恭平サウンドですが、どんなところが時代や世代を超えて愛される要因だと思いますか？
やっぱり曲やっぱ素晴らしいですね。これも、うん、あの私ロマンスっていう、まあ、岩崎宏美さんの歌唱、やっぱもともとは歌大好きっていうのかな、やっぱすごくいい歌、うん、あのものすごくもちろん歌唱力がすごく素晴らしいんで、うん、今田崎さんでその、まあ、好きな歌いっぱいあるんですけれども、この曲やっぱりカバーしてみると、これがねやっぱりすごい情熱的なやっぱリズムっていうのかな、ジャン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 、本当にこうまあロックって言っていいんだろうな、そういうまあ馴染みがあるって言っちゃ変な、それはいろいろあの驚くところだったんですけれども、まあその十杯一からげで、私まあ子供の頃はやっぱ歌謡曲、まあほらそのバンドの人もいれば、それこそさシンガーソングライターの人もいれば、本当純粋にジュリーのようにもう本当になんかパフォーマンス、うん、聖子さんとかもそうだけど、松田聖子さんとかもそうだけど、そういうパフォーマンスと歌唱力とそのなんかこう本当にスターっていう感じでこう勝負してる、うん、いろんな方いらっしゃって、だからそのなんかその歌謡曲っていうとさ、なんかそういうロックとかとまた全然かけ離れたものかなって勝手にこの先入観で、もうところがね、その二人でお酒をっていう、やっぱりそれも平尾正明さんの歌なんだけれども、はい、うん、それなんかもね、あの梓道夫さんって方が歌っていて、そのパフォーマンスがまたかっこいいんです。その梓道夫さんがここ一なんかこうなんていうのな、あぐら、女性であぐらかいて、はい、こう短歌切ってね、それでもたまにお酒飲みましょうってやってる感じがね、まあ、うん、その視覚的にもすごく素敵だったし、うん、歌ももちろん印象残ってるんだけど、いざ歌ってみると、うん、これがね本当ブルース、いわゆるブルースの、その平間正明さんの多分それを、私も詳しく研究してるわけじゃないんだけれども、そういうロカビリーとかのね、やっぱそういったこう研究からこう来た、うんうん、そういう本当のブルースのサウンドで、うん、もうコード進行とその歌詞、それで歌とギターだけでぐっと自分でも泣けてくるぐらいの本当ブルース、素晴らしい、そういうパック、だからそういう意味でも、ね、日本のそういうこう優れた作家、まあ堤恭平さんもそうですけれども、はい、すごい曲、まあ、研究して、やっぱヨーロッパとか洋楽を研究して、アメリカの音楽を研究して自分のものにして、それでこういう優れたシンガーたちに提供してたんですよ。だからその曲の良さが、そのやっぱ日本のね、やっぱそういう、もうそういう工業製品とかもそうじゃない、自動車とかもやっぱそのいいところをやっぱこう全部吸収してて、自分たちのものにしてやってるっていう、そういう当時のそういう日本の勢い、若さと勢いと脈々とそういうカルチャーの中に生きていてっていうね、うん、そういう曲の良さや、まあ、歌詞の良さも、はい、全てがこうあるから、まあいい歌、わかんない、源氏物語だって千年とか前なんでしょ、わかんないけど、そういうそういうのと同じで、やっぱいいものってやっぱそうやって歌いつながれたりとか、やっぱこうね、うん、こういくから、やっぱすごく曲やその歌詞から歌声も全て優れてた、そういうものがやっぱ残ってるんだろうなと思いますけど、はい、しかもいつの時代になってもその変わらない輝きがありますもんね。おっしゃる通りです。そして木綿のハンカチーフをね、作詞しているのが松本隆さんでして、はい、松本さん作詞の曲は今回3曲、初回限定版のデモ音源を入れますと4曲ね収録されているんですけれど、はい、歌ってみて気づいた松本隆さんの歌詞の凄さみたいなものってありましたか？そうですね、まあ、私やっぱその木綿のハンカチーフっていう歌の中で、やっぱその実際にその歌ってみると、その男女の掛け合いの部分のね、そういうこうあの、それ実はある番組で、まあそれこそ NHK のカバーズっていうアルバム、あのアルバムじゃねえや、番組が BS 放送であって、その時になんとあの松本隆さん特集っていうので、目の前で木綿のハンカチーフを歌うシーンっていうのがあって、まあ、あの歌ったことがあるんですけれども、はい、でその時にやっぱり改めてこの歌を私自分でもちろん聴きましたし、子供の頃からもう本当に馴染んでいる歌なんだけど、その歌ってみて、さっきも言いましたけど、あのこう掛け合いの中でやっぱね、本当に涙が出てくるぐらい、その2人のこうなんつうんだろうな、でもライトなんだよな、なんかそういうやっぱり悪友さん、まあ、比較するもんじゃないんだけど、はい、そのやっぱりすごくこうダンディズムっていうのは、ダンディ、やっぱそのジュリーの歌とかも、あの悪友さんのものとかって、やっぱすごく片手にピストル、心に花束、唇に火の酒、背中に人生を、でそのなんか女性がいるのにありがとうジェニーっつって去ってってしまう男だと、すごいダンディで、その一方でそのこれに入っているその、あのジョニーへの伝言っていう女性のね、はい、やっぱそういう、あのそれ悪友さんでジョニーが来たら伝えてって、女の人がやっぱそのダンディっていうのかな、こうな、ダンディって言わないのか、女の子はなんかそういう女の子は2時間待ってて、2時間待ってた、待ってて、
たんですね。でも、はい、割と元気よく出てったって伝えて、そう生きがって強がってる女の人のやっぱそのやっぱりそこなんかこうなんかパッと可愛さっていうか、だからその、うんうん、まあ、その作家特有のね、やっぱすごくこうその男のダンディ、また女の人のそのなんか背伸びした気持ちの美しさ、うん、でやっぱりこう松本隆さん多分その J-POP っていうのかな、やっぱその現在につながる、うん、まあ、松田聖子さんの歌声も含めてなんですけれども、うん、その例えばその赤いスイートピーなんか、はい、本当にそのあの声、聖子さんのあの素晴らしい歌声と、うん、あの可愛なんかこうだかそういう簡単に答えられないんだけど、その松本隆さんってやっぱその現代90年代にやっぱその J-POP はその、はい、まあ花開くっていうのかな、まあ、その現代のこうグラデーションで、まあ、今回あの宇多田ヒカルさんの、はい、ファーストラブっていう歌を歌って感じましたけれども、うん、まあ、そういう、こう90年代のね、まあ、そういう濁流 J-POP の濁流に行く本当にあのなんて言うんだろうな、基本っていうのかな、その松本隆さんとその松田聖子さんのコンビっていう、はい、あるいはこの木綿のハンカチーフのその掛け合いの中のそういうこうディープな、またね、そういう悪友さんのまたそういうこうダンディズムと違う、うん、何かそういうこう現代のそういう J-POP につながって、まあ、90年代かの J-POP につながっていくようなそういう歌なんですね。だからその聖子さんっていうのはやっぱそのあのやっぱ当時のトップあのミュージシャンっていうのかな、財津和夫さんのその白いパラソルっていうね、うん、はい、その曲の中で財津和夫さんとそれもあの松本隆さんで、やっぱそういう先端的なある種なんかそういうもう本当トップミュージシャンたちがやっぱ出すっていうのも含めてすごい J-POP のね、まあ、小林武史に流れ続いていくような、うん、はい、その90年代 の, そのミスチルとかね、やっぱそういうものにつながっていく何かそういう女性の歌もそうです、あのマイリトルラバーもそうですけども、うん、90年代のそういうあと、まあ、浜崎あゆみさんもそうですし、うん、まあ、宇多田ヒカルさんやね、うん、そういうこう椎名林檎さんもそうですけど、まあ、そういうこうそういうものにこう連綿と続いていくその何か濁流の本当に最初 の,、うん、あ, のあれが、まあ、松本隆さんの歌詞なのかなって私は考えて、まあ、でもそれはそれこうどこまで放送するとあれなんですけど、まあ、こうなかなか短い時間で言うのぐらい私はこうのめり込んで、その悪友全集みたいなのも持ってましたし、フォーク俺たちのフォーク100曲みたいなのも全部聞いたし、演歌のなんかナンバーなんとかっていうのも全部聞いたし、からも友達からも本当スタッフからみんなから曲かき集めて、だから松本隆さんの歌とやっぱりそのだね、冬のリビエラとか、まあここだけの話なんだけど、冬のリビエラとかやっぱりそういう、それは松本隆さんのもう名曲で、やっぱりこうルビーの指輪とかね、はい、そういう曲あるんですけれども、うん、それとやっぱジュリーを作ってる、まあその2つのね、その、 あの名作詞家っていうふうに私は捉えて、あえて幕友さんと、うん、ジュリーのやっぱそのディープな、やっぱそういうコクのある感じじゃない、うん、またその松本隆さんのコク、やっぱ J-POP なんだよね。だから私には J-POP って言葉あるか、ジャンルがあるかどうかって置いといて、はいはい、それはすごい歌ってみると、うん、もう感じるとこが違うの。だからディープなその悪友さんの世界と、はいはい、その松本隆さんのその、うん、ある種ライトなあのそういう世界との、うん、それはそれで面白かったですね。そして松本隆さん、松戸恵美さんコンビによる名曲が松田聖子さんの赤いスイートピーで、はい、まあ、今先ほどからもねお話に出てるんですけれど、こう作業場からの弾き語りライブでもね披露されていましたが、ある種アイドルソングをこう歌ってみて、こう難しさってなんか感じませんでしたか？まあ、あのね、うん、そのアイドルソングっていうと、そのアイドルっていう言葉がちょっと私にちょっとその定義としてちょっとまだあの分かりにくいところがあって、うん、要するに松田聖子さんっていうのはさっきも申し上げましたけれども、うん、そのいわゆる私はその歌姫たちの、まあどの人たちも歌姫、あの、あずさみちおさんも、うん、このあの太田裕美さんもね、でもやっぱその J-POPみたいなものの世界に通ずる、やっぱりその第一のやっぱそのポップシンガーっていう風な感覚がある。でジュリーとかもだから、その沢田研二さんとかもその、はい、その歌手っていうことじゃない、まあ、もっとパフォーマーとしての凄さ や聖子さんもやっぱそのパフォーマーとしての素晴らしさ、歌声の素晴らしさもさることもちろんなんだけれども、だそのなんか世界をやっぱりみんなで作り上げていく、そのやっぱりその優れた作詞家や優れた作曲家や、そういう、まあ、その聖子さんをのその世界観を全員でこう表現していくわけなんですけど、うん、だそれをまあ
その曲だけで単体でやっぱ歌、男が私が歌うことはっていうのは多分その曲の単体の何かそういった部分を、うん、切り取るっていうのかな、そういう形で聞こえてくるんですね。だからそのアイドルソングとしては私は全くもちろん思ってないわけですよね、うんうんうん、だからそこからちょっと難しい質問がすごい難しかったんだけど、まあ、だからそういう非常にそういう、こう優れたパフォーマー、優れたシンガーの歌を自分がやっぱ感激した、まあ、そのだからすごい不思議なんだけれども、少年時代に聴いてたそういう憧れの音楽、しかも日本を席巻するぐらいのね、やっぱそういう、こうパワーを持った、まあ、アーティストって言って、まあ、今風の言葉で言うのはアーティストだと思うんだけれども、松田聖子さんの歌を、まあ、今歌うっていうのは何て言うんだろうな、だそういう意味ではやっぱこう不思議です。だからその子供の頃はやっぱ少年時代は、本当にアイドル可愛かったし、その歌声にやっぱこうキュンとするわけですよね。とかやっぱこう大人になってこの歌詞を、その松本隆さんの歌詞 の深さや、やっぱその、そのユーミンのね、そういう曲のやっぱりすごく誠意のある、もう本当に清潔感のあるあのメロディーと曲、楽曲の素晴らしさっていうものはやっぱ今度また大人の目線で感覚として、だから歌って本当に驚いた。それ番組で、カバーズって番組で、その初めてその松田聖子さんの赤いスイートピーバンドでカバーしたんだけどもね、その時に本当に驚いた。だからこれは元気で歌うべきだっていうふうに思ったし、まあちょっと無理して高い、まあ今回はちょっと低いキーであえて自分に合うキーで下げていったんだけど、元気で歌うべきだと思ったし、その喝采っていう千秋直美さんの歌もものすごいもう耳に残って、もう大名曲なんだけれども、歌も含めてね、でこの大人の世界にやっぱり入り、大人になったから入り込める部分があったですね。だからその、だから子供の頃に聴いてたそういう一つ歌謡曲って思って聴いてたものが、実は非常にそういうあらゆる、私がもう読書が好きで、いろんな手小説の本とかどんな映画とも全く違う、こういう日本のね独自のそういう優れた、そういう凝縮されていたんですね、だからこの一曲一曲に。だからそういう感激があったからね、もう本当に素晴らしい時間だったね、こうやって話してても思い出しててもね。だからほとんどデモテープから、ロマンスも木綿のハンカチーフもね、デモテープですから、もうその部屋で作業場で歌ってるそのものがもう音源化されちゃってるんですよ。もう歌い直しても同じようにいかなかった。だからその出会いとその感激のシーンっていうのがね、自分の中でのすごい楽しい時間でしたね。ちなみに、なんか宮本少年、その当時はなんか推しメン、はい、今で言うなんか推しメンっていたんですか？なんで推しメンってなんて言うんですよね、そのアイドルとかでこう憧れの人とか好きな人を今推しって言うんですよ。はいはい、推し推してるっていうので、はいはいはい、当時の宮本さんの推しってどなただったのかなって。あ、でも聖子さん好きでしたよね。アイドル、それこそスーパーアイドルっていう感覚で、今はそのスーパーアイドルってやっぱすごく優れた、すごい、はい、トップシンガーっていう風にしか捉えられないんだけれども、うんうん、当時やっぱその聖子さん本当に好きでした。シングルも赤いスイートピーも持ってましたし、アルバムもね、俺ねオフコースかなんかのね、アルバムと吉野くんっていう中学校の友達と、聖子さんの、彼は聖子さんの、団地のね、友達だったんだけど、吉野くんが聖子さんのアルバム持ってて、俺オフコース取り替えたんだよね、聖子さんのアルバムと俺のオフコースのアルバムと。そのくらいこう大好きでした。シングルも買いました、赤いスイートピーはね。で石くん、バンドのメンバーの石くんもすごく聖子さんが好きだったから、二人でよく聖子さんの歌聞いてましたね。で大人だってね、ソニーのスタジオで、聖子さんが誰かと立ち話してたところ、3往復ぐらいして、とか石くんと二人でやったとか、まあそれはもう余談ですけどね、そういうことがあった。じゃあそういう意味でも憧れの、あとジュリーも、沢田研二さんはもうみんな、男の子みんな大好きだったんだけど、かっこよくて色っぽいって言葉じゃないんだけれども、やっぱかっこよかったですね。本当に曲ごとにね、カサブランカダンディとかね、サムライとかね、やっぱりいろんな紛争で出てきてね、もう本当に歌もそうですし、楽しませてくれました。まあすみません、そういう方々です。聖子さん。いろんなピンクレディーも好きでしたね、その前もちろんキャンディーズも好きでしたね、あとその後キョンキョンとか、京子泉京子さんとか、好きでした、貴重な推しの情報ありがとうございます。
昭和の歌がメインに収録されている今回のアルバムですが、ある意味異色にも感じられるのが宇多田ヒカルさんのファーストラブがね、収録されております。誰もが衝撃を受けた宇多田ヒカルさんの出現でしたが、宮本さんは初めて宇多田ヒカルさんの曲を聴いた時どんな感想を持ちましたか？そのリズムとやっぱその歌声、まあ本当にオートマティックっていう曲がもう本当に、当時やっぱレコード屋さん行くと大きなレコード屋さんたくさんあったんですけど、音が流れてましたし、それこそこういうラジオからも、からそういう本当にオートマティックという曲たくさん流れて、でもそのリズム、独特のリズムの取り方にやっぱり最初衝撃を受けましたね。あと歌声ですか、あと歌詞もね、私いつオートマティック、そばにいるだけで君とパラダイスにいるみたいとかね、そういうところの歌詞はすごく印象に残っていて、でこの4月に私カバー自分でした時も宇多田ヒカルさんの歌はちょっと新しいなと思いながらも自分でカバーしました。でオートマティック難しくてコーラスとかも全部入れたんだけど、宮本さんでももうとてもやっぱファンクなんですよね。あとやっぱその英語がやっぱりもうモノホンの英語って言ったらモノホンって言わないのかなんかそのやっぱりこう道に行ってるっていうか、道に入りすぎててやっぱちょっとこうカバー深く、まあ一応見よう見まねでね歌ってるんですけれども、そうだから宇多田ヒカルさんすごい好きだったんだよね。こうなアルバムもともと持ってたんです、で話題になってたんで、あのオートマティックのシングル版とファーストアルバム、宇多田さんのそれ私持ってましたから買って、で結構全部聞いて、あの何度も聞きました。その時ね、やっぱそう宇多田さんと、あとラルクアンシエルも流行ってたから、ラルクアンシエルとね、宇多田ヒカルさんと交互に聞いてたんだけど、よく、でそういうのが好きで、まあ、当時90年代後半だったと思うんだけどね、すごくそういう意味では。ただあとやっぱりこうどうしてもね、俺のその好きな期間っていうのはやっぱ小学生ぐらいから、まあ、70年代から80年代こう偏りすぎちゃって、自分の好きなあの曲がもうちょっと 幅を広げようぜって言った時に、まあいろいろそれこそあの椎名林檎さんの曲とか、ここでキスしてっていう曲もすごく好きで、あのラジオから流れて衝撃受けた、からあとね、それはこう推薦してもらって彩香さんの三日月っていう歌とか、そういう、あとまあ聖子さんが好きなんだったら中森明菜さんも歌ってみないって、セカンドラブっていう歌を歌ったりとか、いろいろそれこそアルバムには入れなかったけど、竹内まりやさんの歌とかね、いろいろ歌ったんですね、でやっぱり自分でやっぱすごくアルバムも買って、やっぱこう、あとね、そう上海に、自分が上海に旅立つ時に成田空港で、その宇多田さんの歌が聞こえてきたりとかして、すごくそういうセンチメンタルな気持ちになって、東京から今から上海に行くんだ俺、飛行機に乗って3泊4日みたいな、そういうところも含めて、なんかその宇多田さんの、まあ、オートマティックだったんだけど、私にとっては、ファーストラブっていう曲がすごくやっぱりすごくやっぱウィウィシー、なんかその恋愛の本当にファースト、あの気持ちが何度も歌ってたらやっぱだんだん自分でもグッとくるところまであの行きましたんで、難しかったんだけど歌いました。時代は全く違いますが、やっぱり歌謡曲のテイストも感じます。そうなのかもね、その歌だオートマティックって曲はそのリズムの取り方独特だったけれど、同時にやっぱりそういう、まあ後でやっぱね藤圭子さんの、あの娘さんだったっていうのを聞くと、まあそういうこう最先端のものと、あのやっぱりそういうこなんていうのかな、伝統的な部分が両方やっぱり兼ね備わって、あの歌の中には不思議なやっぱりそういう力強さがあったんだなっていうのを改めて、そうですね、感じますよね。確かに宇多田さんの、宇多田ヒカルっていう名前もすごくインパクトあったんだよな俺、すごかったよね、あの時代は、あの年代はやっぱ90年代後半は、そういう素晴らしい歌姫がもうきら星のようにもうどんどん出て、皆さんすごかったし、皆さん活躍されて、今でもね、みんな活躍してる人ばっかりですけど、それではここでカバーアルバムロマンスからもう一曲お届けしたいと思います。曲紹介お願いいたします。では聴いてください、あなた。もしも私が家を建てたなら、小さな家を建てたで。
しく笑って暮らすのよ。家の外では坊やが遊び、坊やの横にはあなた、あなた、あなたがいてほしい。それが私の横には、私の横にはあなた、あなた、あなたがいてほしい。そして私はレースを編むのよ。私ミュージックラインをお送りした曲は、今夜のゲスト宮本浩次さんのニューアルバムロマンスから、1973年にリリースされた小坂明子さんのシングルのカバー、あなたでした、はい、しっとりと言葉が染みて、切なくてやるせなくて、とっても心をかき乱されましたし、宮本さんの表現力に圧倒されて、とってもヒリヒリしました。素晴らしかったです、ね、10代の小坂さんが10代の半ばの頃に作ら、はい、作られた曲っていう聞いてますけれども、本当にやっぱりこうね、ロマンチックで、まあなんかそうい こう憧れっていうのかな、うん、私ね本当にそういういろいろ描かれてるよね、うん、歌ってそれをこう聞くだけじゃなくて歌ったりとかできて、みんな自分のこう中に入って来られる。だから絵画とかそういう、またね、そういういろんな表現活動があるけど、本当に素晴らしいと思ったよ。そういう、まあ、だからそういう幼稚園の前通るとさ、はい、子供たちがお父さんとお母さんとさ、うん、まあ、パパとママと、まあ、お姉ちゃんと自分と、うん、犬とかなんかがこう書いてあってさ、うん、でそれがこう幸せっていう風に形として何か描いてるっていうかさ、うん、そういうなんか4歳児が描いている絵とさ、うん、このあなたっていう15歳の乙女がね、うん、やっぱそうやってこう古い家のこうイメージして描いてるのとどこが違うの、すごいピュアで素敵な風景だなって思ったし、だそのなんかそこに、まあ、だから絶望もあるし、はい、その儚さもあるしさ、うん、その長くなればなるほどそういう、うん、でもそこ歌の中にはそういうロマンが生きていてね、うん、その子供たちが描く絵と私は全く同じものが感じるよね。だから子供たちだってそれはきっとお父さんを綺麗にかっこよく描いたり、お母さん綺麗に描いたり、自分可愛く描いたり、ね、うん、頭にリボンついてて、でもそれがだから本当に、でもそれを、まあ、分かってるような分かってないような、うん、ね、その悲しさもあると思うの、うんうん、絵の素晴らしさってさ、うん、だから本当はな、ね、すごいよくこの女性の歌いっぱい歌えてよかった。今年は初のソロアルバムを披露するはずだった全国ツアーもね、はい、残念ながら中止になってしまいまして、今後はどのようなスタイルでファンの皆さんに直接歌を届けていきたいと考えてますか？まあね、まあ、10月4日にね、はい、エレファントカシマシで
日比谷の野外音楽堂ということで半分外っていうところで半分お客さんでそれで配信っていうのをやって、それはやっぱりね私たちその配信っていうのはそれもうエレファントカシマシそれ一本だけだったんで、まあ、それなりに意味のあるやり方ができたんですね。だからまあただソロではですね全くコンサートと言えるものまあやってないに等しいっていうか、ライブもそのイベントも含めて一切やってなくてですね、やっぱやりたいんですよね。だ来年まあ絶対やるっていうのもちょっと思ってます。だからそのコンサートを絶対やりたいですね。なんかどっかでやりてえなみたいな。ですよね。はい、まあ、やると思いますけど、まあ何かしらの形ではコンサートや、ソロのコンサート、エレファントカシマシとは違う宮本浩次のまあそういうコンサートをしっかりやりたいなというのが目標ですね。来年になっちゃうと思うんですけど、はい、宮本浩次さんの今後の予定など詳しい情報はオフィシャルのホームページをご確認ください。また今日お届けした放送は NHK ラジオラジルラジルのホームページやアプリを使って聞き逃し配信で放送終了後から1週間何度でも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをチェックしてください。それでは最後になりますが、はい、お聞きの方にメッセージをいただけますでしょうか。はい、そうですね、メッセージ無茶ぶりすみません。でもそこ12曲ロマンスっていうタイトルで、はい、そうですね、本当に素晴らしい日本の歌をまあの一部をこれでパクッと感じていただけたと思います。本当に素晴らしい歌ばっかりで楽しい作業でしたんで、多分そういう素敵な時間をちょっと共にしていただければ、嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今夜のゲストは宮本浩次さんでした。本当に楽しい時間をいつもすごい楽しかった。ありがとうございました。失礼しました。